おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、普通な僕と普通じゃない僕の友達、実況プレイ始めていきたいと思います。前回はね、その名前もない部活に、その、新庄さんと、イサムさんに誘われて入ることになった、ってとこですね。で、なんだっけこれ、このたい焼き。スペシャル腹切り、チョコバナナ、ホイップ、ラテラテ、なんちょけ、たい焼きを買いに来たっていうところですね。じゃあ早速また続きからやっていきましょう。笑顔じゃん。嬉しそうじゃん。名前の割にこじんまりしとるな。その分美味しさがたくさん詰まってるの。先輩、何してるんですか？よかったら写真撮りましょうか。別に写真くらい自分で撮れるわよ。すみません。はじめ、気にするな。新庄は口が悪いが、そこまで嫌なやつじゃない。鬼塚、素直じゃないだけなんじゃ、嫌わないでやってくれ。うるさい。なんであんたにそんなこと言われなきゃなんないの？はい、大丈夫です。え？さっき新庄先輩が猫をとっても優しい顔で撫でていたので、新庄先輩が優しい人だっていうのは僕にもわかります。ううほれ、みー新庄。心が優しいやつには伝わってしまうもんなんじゃ。当たり前でしょ？私たち魔女にとって猫は大切な存在なの。でも、その後に来たモコモコの犬も撫でようとして、吠えられてしょんぼりしてたのも見ました。あー、もう、これだから人間は嫌い。ははははは。照れるな、照れるな。いいね、なんか、出会ったばっかりだけども、馴染んでる感じするね。おい、まずいんじゃないか、あれ。火事じゃな。マジ？わかるんですか？木が燃える匂いがする。どの辺？近いな、すぐそこじゃ。逃げましょう。じゃあ行くか。はあ、何言ってんの？残されている奴がいなければいいが、こういう建物が密集している場所はあっという間に燃え広がるぞ。だから逃げるんじゃない？うん、逃げていいぞ。強要はせん。新庄はほとんど人間に近い体なんじゃからな。あのね、あんたが何かして正体がバレたら。うん、その時は逃げ遅れた奴が助かる時じゃ。退学はしてしまうがの。そんなの人間に任せなさいよ。三橋くん、鬼塚を止めて。え？こういう火事を何とかするための組織、消防っていうのがあるんでしょ？私と鬼塚がしゃしゃり出ていい問題じゃない。そのために人間の警察がいて、消防がいて、私たちが危険を冒してまで人間を助ける義理はないはずよ。じゃあどうしろって言うんじゃ。はじめが一人で助けに行くとでも言うんか。どういうこと？なんでそうなる？そうよ。少なくとも私たちが出しゃばっていいことじゃないわ。そんなこと言われたって、僕みたいなダメ人間が頑張ったって何かができるわけじゃない。でも人間がこういうことを解決しなきゃいけないのなら、人間である僕がするべきことは鬼塚先輩を止める。鬼塚先輩に任せる。これは何、なんかバッドエンドとかなっちゃったりするのかな。鬼塚先輩を
任せちゃったらなんかそのまま逃げるみたいな、なんだろう、はじめくんが逃げるみたいになっちゃうよね。でもまあこういう火事とかって盤面だと逃げなきゃいけないと思うけど、とりあえず止めとくか。いや、やめてください鬼塚先輩。僕は何もできない。できることはあまりにも少ない。でもそれは言い訳で、鬼塚先輩が退学になるかも。まずは鬼塚先輩を何とかして止めなきゃ。鬼塚先輩。おお、これかっこいいね。なんかね、勇気出してる感じ。え？先輩はここに。僕が現場に行くので。はぁ？何言ってんの？あんた普通の人間なのよ。何か手伝えることがあるかも。そうじゃの。え？じゃがそいつは、そういうやつなんじゃ。安心せ。俺が一緒についていってやる。さすがにお前一人で炎の中に飛び込むのは正気の沙汰じゃないからの。え？僕、飛び込むとは一言も。信じらんない。もう、バカばっかり。だからそんな後先考えないことばっかりしてるから絶滅仕掛けるんでしょ？そりゃ仕方ないじゃろ。鬼はそういう生き物なんじゃ。行くぞ、はじめ。ちょっと手伝うだけじゃ。早く行くぞ。本気ですか？私は行かない。行かないんだから。急展開だな。燃えてる燃えてる。中に誰かいるな。声がする。本当ですか？ああ。どうしたんですか？早く。まあ、お前本気で一緒に来るんか？え？鬼は人間とは段違いに丈夫じゃ。炎に焼かれても死なん自信がある。じゃが、お前は死ぬ。か弱い人間は息がちょっとの間できんだけで死ぬ。ちょっと熱いだけでも死ぬし、なんか頭に落ちてきただけで簡単に死ぬ。人間はそういう種族なんじゃ。そうですね。でももう来ちゃいましたし、非力だからって最初から言い訳したら何も始まらない。どんな結果が出るにしろ、始めなければ始まらない気がして。僕は本当に何の才能もない人間ですが、誰かを助けたいって、そのためにできることをしたいって、そう思う気持ちはあります。非力だけど、できないことがたくさんあるけど、ここで何かしないといけない、そんな気がするんです。気がするんですが、この日を見るとちょっと。とりあえず消防に電話を。何ですか？お前を誘った俺の目に狂いはなかったと思っての。ほれ、行くぞ。え？いや、行くぞって。危なくなったら逃げるか俺のそばに来い。え？はい。君たち？本気か？死んじゃうぞ。待ちなさい。まあ、ほんと、なんか普通の人から見たら、ただ高校生が飛び込んでただけだからね。自殺行為だもんね、普通にね。鬼塚先輩、残された人はどこにいるんですか？向こうじゃ。子供が泣いとる。行きましょう。あっつ。お母ちゃん！起きて！お母ちゃんじゃろ！棚の下敷きに、
ありゃ逃げられんわな。おじいちゃん、お母さんが出られないの。助けて。大丈夫だよ。鬼塚先輩、どうしましょう。はじめ、このちっちゃいのどかしとけ。え？おお、かっこいい。鬼になったね。すごい、角生えてきた。え、めっちゃかっこいい。あ、それ。おお、立ち絵も変わった。いいね。シャツはダサいままだけど。すごい。すごくかっこいい。私、子供のことバカにしてるかな。泣きじゃくってるかなと思ってやってんだけどさ。は？すごい。本当に鬼だったんですね。ジノー。はあ、楽しい。ジノー生えてる。ポケモンみたい。あ、ボケモンだった。ポケモンみたい。あ、おお。なんじゃ、思ってた反応と違うの。まあええ、そっちの方がやる気満々じゃ。その棚、ちと重そうじゃな。よし。すごい。燃えてて熱いのに。棚だって重いはずなのに。それをあんな風に持ち上げるなんて。鬼塚先輩、やっぱりすごい。僕がついてこなくたって。はじめ、母親を引っ張り出せ。はい。お母さん。うん。よし、ちっこいの。ここで見たことは秘密じゃ。え？なんで？まあなあ。助けてもらったのに行っちゃいけないの？絶対こんなちっちゃくねえな。うん。それは、その、あれだ。秘密がバレちゃったら、他に困っている子を助けることができないでしょ？ヒーローは悪い人たちに見つからないように、秘密をバラしちゃいけないものだから。そっか。悪い奴らに見つかったら、変身前にやられちゃうもんね。うん。じゃあ言わない。ありがとな。はじめ。あ、いえ。さあ、出るぞ。お前はそのちっこいのを死んでも話すな。はい。いいね。君たち、よかった。おお、心配かけたの。残っていたのはこの二人だけじゃ。悪いが、後をよろしく頼む。頼むだって。悪いが、後をよろしく頼む。鬼塚先輩。行くぞ、はじめ。何か聞かれても面倒じゃし。あと、面白いもん見せてやる。面白いもん？なんだろう。路地裏？こんなところに来て、どうするんですか？いいから、いいから。猫。今結構似てなかった？似てるっていうか、うまくなかった？ブニャ？なんか猫がいっぱい。いたぞ。おお、帽子かぶってるね。あと本持ってるね。多分あれだよね、床に魔法陣が書いてあるんだろうけど、この一枚絵じゃわかんないね。何してるんですか？知らん。が、予想はつく。ほれ。おお、雨だ。あ、魔法で雨降らせたのね。
まさか新庄先輩。ほんに素直じゃないの。優しいくせにそんな性格じゃ。なあんたたち、ここにおったんか。探したぞ新庄。え、そうですよ、探しました。見たの。んにゃ。いえ。何を見たのか言いなさいよ。なんにも見とらん。そうですよ。いやー、イサムさん好きだな。え、プチ、汚な。ほれほれ、もう今日は帰るぞ。雨降って地固まるってやつじゃ。か、固まってないわよ。くしゅ、かわいい。あ、折りたたみ傘一本持ってます。あ、ありがとう。ちょ、鬼塚狭い。ちゅうか、雨降らす前に傘を買っとけばよかったんじゃないかの。あの時はそんな暇なかって、やっぱり見てたんじゃない。ふんふん、ほっこりする会話だな。いいねこれ。こうして僕はとても素敵な部活に入ることになりました。この時はまだまだみんな初々しくて不器用で、言葉だけでは伝わらない優しさもあったけど、でもだからこそ僕たちは言葉だとだパテタパレテパレテンティタン。なんで大事なところで噛むかな。僕たちは言葉じゃ伝わらないお互いの本当の魅力に惹かれ合ったんだと思います。第一章、勘。普通じゃない僕の友達。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、なんか第一章から結構波乱な展開だったけど、あれね、鬼とか魔女とかっていうことがこのはじめくんの目の前で証明されたわけなので、これからどういう生活が待っているのかとっても楽しみですね。これ何章まであるのかも分かってないんですけど、こうのんびりとお付き合いいただけたらなと思います。ではまた次のパートでお会いしましょう。おつぴよでーす。